駅売り店に陳列される大スポを含む販売用新聞各紙大阪スポーツは東京スポーツ新聞社の関西支社から発行されている有観誌である。東京スポーツの関西中四国版通称大スポ1964年5月創刊日曜は原則休館するが中央競馬が3日間開催で翌月曜日の 競争の確定枠順を報じる場合は、大スポの独自編集による特別版を発行する。また祝日は、東スポ、中京スポーツが休館するのに対し、大スポは特別版を発行して、翌日を休館とする。大阪府では、大阪新聞、大阪日日新聞など、地元有関市が長年の強みだったが、大スポは、 太平洋戦争の終戦後初めての東京系、有刊誌として創刊された。その後、有刊封じ、日刊現代も大阪で印刷、発行するようになった。1991年から2002年にかけて、地元有刊誌が相次いで、旧廃刊してからは、大阪府の有刊誌では、最多発行部数である。記事内容は、公営競技面、テレビ欄。 一部の特集記事を除いて東スポと共有。このため大半の記事は、東京、江東区越中島の東京スポーツ新聞社本社で制作される。中央競馬面は2019年7月の福島、阪神開催まで、関西支社で独自に制作していたが、全競争馬柱掲載となり、集約が可能となったため、同年7月26日付より東スポと共有化され、 本社制作に移行した。総監督署は、大阪府豊中市の大阪日刊スポーツ新聞社内に編集局を置き、同署にあった日刊オフセット社の臨填機で印刷されていたが、後に編集局のみ、大阪、梅田の大阪駅前第三ビルに移動。その後、東スポと毎日新聞グループとの提携関係に合わせて、堺市堺区にある毎日の印刷市会社高速オフセット、 境古城ビルに移転した。印刷も高速オフセットが行っている。なお、東スポグループで唯一、全域で長官として発行している、西武支社版である、九州スポーツの紙面編集を二千二十年四月より、大、スポと統合した。滋賀県古西、湖南地方、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県出雲、沖地方、 岡山県、広島県ビンゴ地方、徳島県、香川県、愛媛県、高知県と三重県以外東紀州地方。発行日当日と翌日のそれぞれ18時から深夜の番組表を掲載していたが、2018年3月頃をもって掲載を終了した。現在過去、ありがとうございます。